こんにちは。STV ニュースウォーカー、赤尾です。はじめはとっても可愛らしい季節の話題からです。七夕を前に市内横町の笠鉾会館ドリームホールで25日双葉幼稚園の園児による七夕の飾り付けが行われました。子どもたちに日本の年中行事を知ってもらおうと企画されたもので、双葉幼稚園の年長児39人がケーキ屋さんになりたい、仮面ライダーになりたいなど思い思いの願い事を書いた短冊を笹に飾り付けていきました。この七夕飾りは来月8日まで飾られています。それでは今週のニュース項目です。須坂市の第三セクター株式会社須坂健康福祉ランド問題の続報や、幻想的に飛び交うホタルの話題、その他これまでに行われたイベント出来事も中心にお伝えします。本件は委員長の報告の通り決することに賛成の議員の起立を求めます。今年3月末廃業した須坂市の第三セクター須坂健康福祉ランドを生産するため、市が賃貸料の未納金の放棄と一般財源から補助金を支出する補正予算案などが6月議会最終日の23日賛成多数で可決しました。須坂市へ本来支払われるべき2700万円の賃貸料について市が全額放棄する議案は、一部の議員から市民に対する説明責任も市長の政治的道義的責任も果たされないままの再建放棄は時期早々と反対討論があったものの、賛成13、反対6の賛成多数で可決。一方、須坂健康福祉ランドが市に滞納している上下水道料金2230万円を市が一般財源から補助金として支出する補正予算については、市民への説明責任を果たさずに特別清算を逃れるための補助金支出に市民は理解できないと関連予算の削除を求める修正案が提出され、討論となりました。条例上ここから充当できない以上、市民負担をこれ以上お願いすることなく、トータルでこのことを考えていくことも私は必要なことではないかと強く思っております。須坂市民への説明を全くせず、いとも簡単に税金を投入しようとしています。問題解決の前に足かせとなる借金を何の苦もなく税金投入でなくしてしまうという安易な考えが私にはどうしても理解できません。まして生産業務の前に生産が終わってしまうということ、こんなおかしなことが許されるのでしょうか。しかし修正案に対して賛成は7で否決。結局一般財源から上限2230万円を負担する原案が賛成12、反対7で可決されました。今6月議会定例会の中で、須坂市は須坂健康福祉ランドの廃業理由について、山積の経営は難しかったとしながらも賃貸料として徴収してきた2億円余りの積立基金があることや、経営悪化の要因と指摘されてきた歯科医の水体験コーナーの導入責任についても、導入後の全体収益は黒字だったとし、経営責任の所在については明らかにしていません。株式会社須坂健康福祉ランドの生産に向けて、議会をはじめ市民並びに関係者の皆様方には予算措置等をお願いするなど大変なご心配とご労苦をおかけしました点につきまして、この場をお借りして感謝と遺憾の意を表するところであります。翌日行われた市定例記者会見の中で、三木市長は
生産問題について市民に対して単独の説明会を開いていく考えを示しました。株式会社須坂健康福祉ランドは7月中旬には臨時株主総会を開き、解散を議決して生産業務を終了する見込みです。現在須坂市では今年10月から市内バス路線網の一体的な再編や運賃体系などを変更する長野県と中国河北省の友好提携25周年を記念して中国河北省の代表団が長野県を訪問し、19日は県内を代表する企業としてオリオン機械株式会社を訪問視察し、日中間の親睦を深めました。前日に現地市を表敬訪問した一行は19日午前オリオン機械株式会社に到着。中国河北省の省長江春華さんをはじめ交通省、商務省などの代表10人がオリオン機械株式会社本社を視察しました。はじめにオリオン機械株式会社太田哲郎代表取締役社長が、長野県の代表企業として皆様に会えたことを大変嬉しく思っている。日本には一期一会ということわざがあるが、この出会いを大切にし、長野県と河北省の友好はもとより、日中間の親睦をさらに深めていきたいと歓迎の言葉を述べました。河北省の江春華省長は、私たちは提携から25年にわたり、長野県から勉強することが多くあり、とてもお世話になっている。これからは私たち河北省も皆様にいろいろなことを歓迎していきたいと述べ、引き続き友好関係を深めていくことを話しました。この後一行は本社工場を視察。中国語での解説をイヤホンで聞きながら、エアードライヤーや牛乳冷却機、バルククーラーなど中国上海にも拠点を持つオリオン機械本社での生産ラインを視察していきました。視察を終えた訪問団は社員に見送られながらバスへ乗り込み東京へ。短い時間ながらも長野県と河北省、そして日中間の友好関係を深めていきました。今年も須郷地区にホタルが飛び交う幻想的な光景が見られ始めました。ご覧の映像は24日の夜撮影された市内高梨町の水路周辺に生息しているホタルの様子です。今年の発生は例年よりだいぶ早く、5月下旬からこの場所で確認されていました。この日はちょうどホタル同士が交尾をしている様子も多く見られ、ここ数日では最も多い個体数が確認され、その数は100匹以上になりました。市内鮎川の土地倉下橋付近では6日の夜、高穂地域公民館が主催するホタル観察会が予定されています。ホタルの飛び交う環境を大事にしていきたいですね。